良くない、本当に良くない。本当に良くない。ああもう、ああ。キャップがない。なぜ？私さ、結構さ、キャップがないってストレスなんだよ。みんなはどう？なんかのキャップがなくなる。私はね、めっちゃ嫌なの。でもね、でもね、ないの。なんで？え？お願い頼む。もうなんでよりにもよって透明のキャップなのよ。ヘアオイルのキャップがない。やだ、本当にやだ、全然無理。なぜなくなる？透明だから探せないし。うそー、全く何なんだよこの家は。私をちょいちょいいじめてきやがる。ニンニクチューブの蓋がなくなってラップしてる。わろた。それは嫌やな。え、なんで？ほんまにストレス。え、ゴミ袋の中に入ったとかないよね。許せない。ゴミ袋に、ゴミ袋に入りやがったな。意味がわからない。何なのマジで。ヤマちゃん、だるまありがとうございます。くそ、はあ、だる、もうだるい、だるすんぎ。さっきね、事件が起きたの。ゴミだけちょっとまとめるわ。ヤマちゃん、ハートありがとう。前さ、セブンイレブンでさ、ユッケジャンを買ったの。
で、あ、洗濯終わる。終わった。ユッケジャンを買ったの。で、ユッケジャンの匂いがする。食べようと思ったら熱々のユッケジャンが蓋パッて開けた時に勢い余ったのか全然うまく開かなくて、こぼれたんですよ手に。でめちゃくちゃ熱いもんだから熱っとかやったらここにドラーって真っ赤なスープが、真っ赤なスープがさズボンについたわけ。だから洗濯してた。最悪だよ。もしかしたらこの黒 T シャツにもかかってるかもしんないけど、まあ黒くて見えないから OK。でそれが入った袋と一緒にこれが入ってたからちょっと嫌だなと思って、マジユッケじゃん。はあ、このユッケじゃんめ。でもまあ多分シミになってないと思うけど、どうかな。あの食器用洗剤で一応洗ったんだよね一発。あーギリ、うん、あ、わかんないわかんない。あ、大丈夫でした皆さん、よかったです。あの無事でした。ふう、うわ、柔軟剤のところの蓋開けっぱなしで洗ったやん。もう、まあ、まったく本当にも余計な仕事をさ。増やすんだから私は。セブンイレブンのクリスマスケーキかわいいよ、ポンポンプリン。そんなのあるの？予約するやつか。マイメロはないの？マイメロは。次はカレーでチャレンジだ。うわ、カレーの方が色落ちなさそう、やだ。ユッケジャンは美味しく食べましたよ。ただそんな災難があったからさ、ほんと嫌になっちゃう。そうでさ、ずっと使ってたさ、まあ100均のなんだけど、串にさ、ほらさっきブラシでこう研いでたじゃん。そのブラシ近くに置いたまんまでさ、ブラシにブワーってかかったの。もうどんなに洗っても絶対落ちないじゃん。こうやるじゃん、絶対ユッケジャンの油つくじゃん、どんなに洗っても多分。だから捨てました。でゴミ袋もさ、ゴミ箱から倒れるしさ、なんかいいことがない、いいことがないので何かいいことください。
ケーキ食べたい、ケーキケーキケーキウーバーしたい、ケーキでもさ、本当思うけどこの時間ってケーキ屋さんって合わない、あの空いてないよね。ケーキ屋さんって閉まるの早い気がする。もっとちゃんとしてリナッチ。うん、わかった、ちゃんとする。プリンならあるけど、プリン食べたい。コンビニこの家から近いけど行く気がない、めんどくさい。超近いんだけどね。まず靴を履くという行動がめんどくさいよね。いや、マスクするのもめんどくさいし、財布を持っていくのことすらめんどくさい。あーやだやだいい子いい子しーん。どうしたものかね。とりあえずハンドクリームでも塗っていい匂いでごまかすか。こんばんは。シュークリームならあるけど、シュークリーム食べたい。とりあえず今辛いもん食べたから、甘いものが食べたいですね。お、花火が上がった。わーい、星投げてくれてる人ありがとう。あー、いい匂い。和む、いい匂いだ。この家をこの匂いにしたい。いい匂いだ、大好きだこの匂い。近々値上げするって言ってたな。その前にもう一回ぐらい買っとこう。バチュリラベンダーバニラ、あ、バチュリじゃなかった、パチュリだって。パチュリラベンダーバニラ、そうやね。ラベンダーの匂いもするんだけど、なんか甘い匂いもする。大阪にサボンどこにあるんだろう。で、調子乗っていい匂いだと思ってずっとこうやって何回もつけてたらそんな買って長いこと経ってないのに、もう減りが早い。いい匂い、いい匂いだからもうハンド超えて腕にも塗る、アーム。いい匂い。シュッと振って、これもいい匂いにさせとこう。あ、いい匂い。匂いってリラックス効果あるっていうじゃないですか。あ、最高だ。いい匂いです。東武百貨店でマイメロのケーキ見つけてきましたぞ。写真送って、気になる、超気になるじゃんそんなの。ねえ、マイメロのケーキ、池袋か、ここからだと遠いな。そういえばニキビこれ治ってきた。今これ画面見て思った。
マイメロ食べちゃうの。確かに確かにそれはそう。でもあ逆になんかこっちにいるな。あだるほんまだるい。めんどくせえな本当私の顔は。また陽気だなって。でもさ正直さ私酔ってもさ別にあの顔が赤くなってさちょっと明るくなるぐらいじゃないですか。別に楽しくはないんですよね。なんか思う。ニキビできやすいんかな。そうなんかね人一倍ねあの多分鼻にニキビがない人のよりだいぶ気をつけてるはずなんですけどできちゃうんですよね。不思議。マジでマジで嫌。潰したのが正解だったね。うん今回はそれあるかも。次えその次のレベルまで飲んでみようよ。いやちゃうねその前に眠くなっちゃうんだよ私。眠くなっちゃうから無理なの。二十歳過ぎたらニキビとは言わない。言うようっせそうそう早くいなくなってほしい。これあとあの謎の黒ポッチもいなくなったかも。おお。いやいるか。いやいないいないってことにしよう。このままシュッて治ってシュッて治る人もいるんだよ。シュッて治るのもいなくなるんだけど。うん不思議。頭はね、うん、痛くならない飲んでも。そう赤玉パンチを買ったけど結局ずっと飲んでない。飲むほど頑張ってない。あと蛍光割はもう疲れてもう飲んでない。さっきさスプラトゥーンやったの。もうめっちゃ負けてさもう負けすぎてさもうなんなんと思ってもう負けすぎておもんなくなってきてやめた。負けすぎてさもうはってなってきてなんなのってもう私今完全にスプラトゥーン2派になっててもうなんでこんな私は負けなあかんねやろうってもう意味がわからんくなってきて。リナッチはお酒に頼らなくても生きていけるんだね。うんうん、たしなむ程度でたしなむ、うん、いいんですよ。だって記憶飛ばんし。だって歩けなくなったら嫌じゃん。フラフラって。まで、は嫌だから。ほんと。なんかね、なんでだろう。なんかね、今のスプラトゥーン3ね、もう下手すぎるし、私。
なんか画面に酔うからめっちゃ変だな私。楽しみたいのにうまく楽しめてない、悔しいです。とっても悔しい。あ、テロップ書こうと。国やんのファンレベルが上がりました。応援隊が21人、ありがとう。おっくんのファンレベルが上がりました。いつもありがとう。そのうち勝てるようになるのでは頑張ってれば。そうなんよ本当は。え、でも本当にそうだと思う。2の時もそうだったもん。ずっと負けてさ、もうそんな負けるっていうぐらい負けてたもんな。まあな、それは言う通りかもしれん。だから2でスキルを上げまくってたから3で思うようにいかなくてしょげてる。しゅん、スイッチの画面は iPad よりちっちゃいぐらいかな。細いかも。うん、4が出る頃には勝てるようになるさ。今の私やんか今の私やん。3が出る頃に2で勝てるようになってたやん。もうやだ、やなんだけど本当に。もうでも今回3は腕前が下がらないので、まあその辺は気楽にできるけど、負けすぎると思んないんよなゲームって負けへんで、負けたらあかんですね。負けへんでっていう気持ちはめっちゃ強いんですよ。もうほんと全然ね、キルできないときつい。もう戦力外ってことが味方に申し訳なさすぎて、もうマジでごめんごめんごめんと思いながら。みんな必死やからそう、みんな必死だと思う。みんなもクソなんでできないんだよって思ってると思う。頑張ります。3はね、うん、楽しい面もあるんですよ。よく考えると機械に怒ってる自分がいるので、マジレスやめなさいいいのいいの、ゲームにも怒るよゲーム。だって、え、だって勝ちたくない、どうせやるならどうせやるなら勝ちたいでしょ負けすぎるとマジクソゲーってなるよね。え、そう、自分が悪いのにな、自分のプレイが下手なだけやのになほんとだ。これが相手がコンピューターとかだったら、コンピューター強すぎんだよとかなるけど、相手も仲間も人間だから。ほう、単に下手ってだけ。みんなゲームやってないのかな。みんな、皆さん、え、だから逆に、だからこそめっちゃ活躍した時はもう嬉しすぎる。うん、そういうもんよなゲームって。どうせやるのなら一応ね。
チャンス、チャンス、なんちゃらたった一つの目標、目標、高嶺のリンゴよ。クソゲー認定の基準おかしい？僕のえ何チャンス、チャンスなんちゃらって何だっけ。A さんのサーモンランの子、鮭たち強くなってない？あ、私ねサーモンランやったことないのよ。2もそうなんだけど、あのさ、質問質問、え、サモラン知ってるってことはさ聞くけどさ、サーモンランをやるとどうなるの？なんかあれバイトみたいなこと言うじゃん。サーモンランは一体何？あのルールは分かんの。この間なんかバイトの研修みたいなんでクマに会ってやったの、3の。あ、それで、ああそういうルールなんだって、金のイクラを運んでみたいな、それは分かったんだけど、サーモンランをするとどうなるの教えてください。くしゃみしそう。僕の負けだ、君が好きだよ、ずっとずっと思ってたんだ。僕の負けだ、白状をしよう、こんなに近くに君がいるのに、手も足も出ない。私なんで踊れんだろう。あ、踊れないわ。でも足も出ない。最高潮はあれだ、あれだよ、僕の体温はヒートアップ、最高潮、ガラスのエラビューだよ。山ちゃん、ペンライトありがとう。ザッチくん、音符ありがとうございます。どっちも紫だ、大好きな紫。鮭が走るの、そう、なんか鮭の化け物がわーって襲ってきて、それをバン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 って撃つじゃん。そしたらイクラがもらえるの。でそのイクラをある場所に持っていくの。それで報酬が得れるんだけど、ランクは上がらないけど、お金や、あ、お金がもらえんだ。ギア付きの、あ、そう、ギア付きのアイテムって何？ギア付きのアイテム。アイテムは何だ？うん、服とかってこと？そう、そのお金をもらえたら、お金は、あれなんですよ。だ、武器とか、なんかいろいろ買えるのよ。あ、でもサーモンランって武器指定されてるくない？だ、まあ、だから普通のだガチマッチとかで戦うときに、まあ、だからお金は何かとあった方が便利なんですよね。空飛ぶうさぎさんのファンレベルが上がりました、ありがとう。イーダはイカにこだわってる。イカにこだわるってどういうこと？どういうこと、どういうこと？自分のファッションにこだわってるってことかな。サーモンは川から、じゃあ取るんじゃないね、襲ってくるね。うおーって。サモラン、あ、サモランが好きなんだ。なるほどね。そう、サーモンランは結局よくわかんないからさ、相手に目、何？じゃあ味方に迷惑かけちゃうじゃん。そう、だからやってないんだ。そうそうそう、やってみるか今度サーモンラン。でもサーモンランめっちゃ人気じゃない？だって好きな人は好きだよね。そっか、やってみるか。2のサーモンランもやってないのよ。
そう、サーモンの怪獣。気になったらサーモンランって調べてみて。そう、怪獣がいるから本当に何も話せずに間が空く、笑うしかなくて、あれあれ浮いているわ。サーモンランやるためにスプラやってる。そうかそうか、やってみっか。そう、2からや2の時もずっとガチマッチしかやってなくて、縄張りバトルも結局ね、だ腕前を上げたいから、そうだからやってないんですよね。あ、後期は調べた調べてくれた、ありがとう。そう、髪めっちゃ長いし、黒髪が似合う、とても素敵な方です。9時も過ぎたし、そろそろ終わるか。あ、でも花火上がったし、まだ星投げてくれてる人いるから待とう。ありがとう。今日で何、今んとこどう、花火を上げまくろう。うっす。次が17万ポイントかな、まもなく。何ポイントになったらいいの？50万です。1週間で25日までに50万ポイント。でもまあ稽古もあったり、他にも予定があって、3回できない日もあったりするから、まあ余裕持ってできたらいいよねっていう話。ココミも調べた。おお、英語喋ってるやつめっちゃかっこよかった。2人ともすごい。星みんな投げたかな。ランキングを読んでいこうと思います。いきます。しのさん、アポカリプスさん、ホリッチさん、シカちゃんバンドさん、クニアン、ヒカルくん、マスオくん、カズオさん、マッキーさん、ビビビビオロゲンさん、ヨシアキくん、ザッチくん、1位がヤマちゃんでした。どうもありがとうございます。星は投げ切りました、ありがとう。次は23時半、よかったら来てください。お時間合えば、気が向いたら来てね。おやすみ。もう寝るの？寝るなら寝てください、けど23時半にまた起きてくださいそれでは皆様、バイバイ。あ、フォローありがとう。またね。ポチッ。ん？